はい、どうも岡田です。本日はですね、フィファインの USB 接続のコンデンサーマイクのご紹介をしたいと思います。今回はですね、このフィファインからですね、ご提供いただいた商品になります。現在販売されている価格はAmazon でですね、5399円で販売されております。概要欄にですね、Amazon の販売ページのリンクも貼っておきますので、よければ見てみてください。最近ではですね、ウェブ会議だったりとか、ゲーム配信をしたりとか、あとはですね、このような感じで動画配信とかでですね、音を取ったりとか、動画にですね、後からナレーションの音を入れたりとかですね、いろいろとですね、マイクが必要になってくると思います。僕もですね、いろんなマイクは試したりしてるんですけども、このフィファインのですね、マイクはですね、初めてなので、どんな感じになるのか楽しみです。というわけでですね、早速ですね、開封していきたいなと思います。はい、ではこちらを、早速開封していきたいと思います。でコンパクトで結構シンプルな箱に入ってます。で開けるとこんな感じで入ってまして、上にですね、説明書なども入ってます。このようにですね、すべて日本語での説明が書いてますので、知識のない方とかでも簡単に接続できるかなと思います。で、このようにですね、箱に入ってます。では出していきたいと思います。中にはこんな緩衝材とかもしっかり入っているので、ちゃんと保護されている感じはあります。で、こちらが中に入っていたすべてになります。これがマイク本体になります。 USB 接続なので USB ケーブルがこっちについてます。で、これがですね、マイクスタンドになります。このネジでですね、マイクと接続するっていう形です。で、あとは説明書関係が入ってます。で、こちら本体の質感はですね、耐久性に優れた合金で作られていて、金属製なので結構ね、しっかりしています。まあ、このあたりの素材もプラスチックとかではなくて合金の素材で作られてるって感じです。で、スタンドも金属製っていうことなので、どちらも結構しっかりしていますね。5000円台のマイクですが、そんなに安っぽい感じは特にないですね。こちらの本体重量は 305g で、こっちのスタンドの方は、約 80g ぐらいということです。このケーブルの長さは約 180cm ぐらいあるので、まあ、デスクトップパソコンとか、あと PS4 とかにつないでもある程度余裕を持ってつなげれるかなと思います。で、このマイクのボタンに関してはこのボリュームのつまみ一つだけなんですけども、このマイクのここでですね、ボリュームを調整できたりとか、あとはこのボリュームを一番下まで下げるとミュートにできるということです。マイク側で音量の調整やミュートなどもできるので、直感的に気軽に操作ができます。はい、で次にこのマイクスタンドとマイクを接続していきたいと思います。で、このマイクのここにですね、こんな感じでネジ穴があるので、ここにこのスタンドのネジをねじ込んでいくだけですね。こんな感じでねじるだけです。で、このスタンドを開いていきます。で、あとここで角度調節ができるので、角度調節をしてここを締めると固定できるっていう形です。こんな感じでスタンドで立てれるので、デスクの上とかでも録音しやすいと思います。で、今回はこの付属で付いているスタンドでつなげていますけども、別売りでマイクアームなどを買えば、卓上に置かなくてもですね、アームにつなげてマイクを使用することもできます。で、このマイクは USB で接続するタイプなので、 PC だったりとか PS4 などの USB 端子に接続するだけで認識されて、複雑なですね、ドライバーのインストールなどは一切いらないというのが魅力です。で、プラグインパワー方式なので、電源も別で取る必要がなくて、本当にこの USB ケーブル1本で接続ができるということです。なので、機械系が得意でないっていう方とかにもすごくおすすめです。というわけでですね、今回は音のテストをするのに3つのマイクを使用して比較したいなと思っております。で、まず一つ目は今回ご紹介しているこのフィファインのコンデンサーマイクですね。 USB 接続のコンデンサーマイクをまず一つ目に取っていきたいというのと、その次にこのマイクですね、ソニーのコンデンサーマイクなんですけども、こちらがですね、型番がですね ECM-PCV80U というコンデンサーマイクです。で、これも、まあ、このフィファインのマイクと、まあ、金額帯的に似たような金額帯で販売されているもので、僕が過去に購入して
したものですね。まあ、有名なメーカーではあるんですけども、こちらのマイクと、これもちなみにですね、USB で接続して録音しようかなと思ってます。で、あと次に比較するものが、今こちらにつけているマイクなんですけど、これはですね、この今言っていた2つとまた違ってですね、こちらのマイクなんですけども、こちらのマイクがオーディオテクニカの AT2020 というマイクになります。これも結構有名なマイクで、ゲーム配信とかやられてる方とかは結構使ってる人が多いマイクになります。で、こちらは金額帯としても、このフィファインのマイクとかよりも倍ぐらいする1万円ちょっとぐらいで販売しているコンデンサーマイクなので、金額帯は全然違いますね。で、さらにこっちのオーディオテクニカのマイクは USB 接続ではなくて XLR 端子で接続するファンタム電源が必要とするオーディオインターフェースにつないで録音するタイプのマイクになります。スカーレット EI2 っていうオーディオインターフェースにつないでるんですけども、このオーディオインターフェースもだいたい1万円後半ぐらいしてくるオーディオインターフェースにつないでます。まあ、価格帯的に言っても性能的に言っても上なものと比べてどのぐらい差があるのかっていうのも比較したいなと思って、この3つを比較していきたいなと思っております。それではですね、早速ですね、この3つのマイクで声の方を録音していきたいと思います。ただいまマイクのテスト中です。現在フィファインのコンデンサーマイク K669B でマイクから10センチ離れて音を取っています。音質はいかがでしょうか。ただいまマイクのテスト中です。現在ソニーのコンデンサーマイク ECM-PCV80U でマイクから10センチ離れて音を取っています。音質はいかがでしょうか。ただいまマイクのテスト中です。現在オーディオテクニカのコンデンサーマイク AT2020 でマイクから10センチ離れて音を取っています。音質はいかがでしょうか。現在フィファインのコンデンサーマイク K669B でマイクから20センチ離れて音を取っています。音質はいかがでしょうか。現在ソニーのコンデンサーマイクECM-PCV80U でマイクから20センチ離れて音を取っています。音質はいかがでしょうか。現在オーディオテクニカのコンデンサーマイク AT2020 でマイクから20センチ離れて音を取っています。音質はいかがでしょうか。現在フィファインのコンデンサーマイクK669B でマイクから30センチ離れて音を取っています。音質はいかがでしょうか。現在ソニーのコンデンサーマイク ECM-PCV80U でマイクから30センチ離れて音を取っています。音質はいかがでしょうか。現在オーディオテクニカのコンデンサーマイク AT2020 でマイクから30センチ離れて音を取っています。音質はいかがでしょうか。はい、というわけでですね、今ですね3つのマイクで音質の比較をしてみました。聞こえ方はいかがだったでしょうか。で、聞き比べてみてですね、思ったことなどをお話ししていきたいなと思います。一番良かったのはこのオーディオテクニカのコンデンサーマイクで、2番目にこのフィファインのマイクで、3番目にこのソニーのマイクかなと僕は思いました。このオーディオテクニカのマイクに関しては価格も全然違いますし、オーディオインターフェースっていうのをつないでるっていうのもありますし、逆に言うとこのフィファインの USB のコンデンサーマイク、これはこの5000円台の価格にしてはすごく優秀だったんじゃないかなと僕は思いました。正直このオーディオテクニカのマイクで1万ちょっとと、オーディオインターフェースがだいたい1万後半ぐらいなので、2つで3万円ぐらいするんですね。で、3万円ぐらいで揃えた機材と、こっちはですね、5000円台でこの商品だけを買えばパソコンに接続して録音できるっていうものになりますね。非常にコスパも良くて扱いやすいマイクなんじゃないかなと僕は思いました。こっちのですね、オーディオインターフェースとかをつないで使うマイクとかの方が、まあ音質は確かにいいんですけども、
やっぱり設定が難しかったりとか、機器の調整が難しかったりとか、まあ、そういうのでですね、本来の良さを発揮できなかったりとか、もう設定自体ができなくて諦めてしまう人とかも結構僕も見てきたので、まあ、そういうのを考えるとですね、最初から高いものでっていうのではなくて、こういう5000円ぐらいのですね、USB 接続で簡単に録音できる機器とかの方が最初としてはいいんじゃないかなと僕は思いました。で、このマイクでもですね、撮った音とか聞いててもそんなに差が多分聞き分けれるレベルほど違うっていうのは分かんないかもしれないです。まあすごくいい機材で聞いたりとか、すごくいいイヤホンで聞くと差は分かると思うんですけども、その例えば歌ってみた動画を撮るとか、作品作りですごいいい音質のナレーションを入れるとか、まあプロ仕様な感じで行くんでなければですね、このレベルの音質で十分じゃないかなって僕は思いました。はい、というわけでですね、本日はですね、このフィファインから提供していただいたこのマイクをですね、ご紹介させていただきました。僕のチャンネルではですね、このようなですね、ガジェット関連の動画を複数上げておりますので、もしよければですね、チャンネル登録していただいて他の動画も見てみてください。あとよければグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。それではですね、今日はこんなところで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。